はい、皆さんこんにちは。スポーツメンタルコーチの今並美です。今回はグローブの当て取りについてお話ししたいと思います。いやー、このね、今回のこのテーマって、いやー、禁断のテーマだなーっていうふうに思うんですよね。それってなんでっていうと、僕自身も本当に経験あるし、僕のアマチュア時代ですよね、高校時代と大学時代の時の話なんですけど、僕自身当て取りっていうものに対してすごく、意識を持っていた、意識っていうのはその当て取りを僕はする選手、当て取りができる選手だっていうふうに思ってたんですよね。そして当て取りが上手いから僕は守備が上手い選手なんだっていうこともすごく思い込んでたんですよね。まあ、そんな中、大学卒業と同時に僕はプロ野球選手になったんですけど、まあ、プロ野球選手になってみて、周りのその先輩方の守備の上手さ、守備力の高さっていうものに本当に驚いたんですけど、プロ野球選手ってこんなに守備上手いんだとか、本当今思い出したけどめちゃくちゃ感動しましたよ。守備のそのゴロ一つさばく姿、投げる姿、投げるその送球の強さですよね、強さとかを見て本当に感動したことを思い出すんですけど、僕自身まあそのプロ野球選手になった時、なった当時ですよね、学生時代、そのアマチュア時代の延長で当て取りっていうものに対してすごくそのプライドじゃないですけど、当て取りが上手い選手だから僕は守備が上手いんだ、守備はなんとかやっていけるんじゃないかって思いを持ってた僕にとっては衝撃な事実だったんですけど、守備が上手い先輩、守備が上手い選手を見てて気づいたことって、皆さん当て取りってしてないんですよね。してなかった。そしてまあその守備のことに関して、まあ、先輩にどうやって取ってるんですかとか、このプレーどうやってやったらいいんですかっていうことを聞きに行っても、僕プロ野球で11年間プレーをさせていただいてたんですけど、当て取りっていうフレーズって僕は聞いたことないんですよね。そしてこういうことも言われたんですよ。まあ僕がある日試合でミスをした、エラーをした試合があったんですけど、その時に僕はその守備がすごく上手い先輩に、どうしてああいうミスって起こると思いますかっていう、まあ質問をしに行ったことがあるんですけど、その先輩に言われたことって、だってあれお前完璧に取ってるじゃんっていうふうに言われたんですよね。僕はもうクエスチョンですよ。何言われてるか分かんないです。だって取ってないんですもん、エラーしてるんですもん。そのエラーって僕は弾いたんですよね、ゴロを弾いてエラーになったんですけど、だってお前あれ取ってるじゃん、え、どういうことですかって聞いたら、バウンドに完璧に僕はタイミング合わせに行って、完璧に捕球体勢にも入ってると、だからあれはもう取ってるんだよ、あとはその弾くエラーをしたっていうのは捕球の問題だけで何も気にする必要ないよっていう答え、言葉をかけてもらったんですけど、弾いた僕としてはクエスチョンなんですよね。当時の僕はもう当て取りイコール正義、当て取りイコール上手い選手って思い込んでたんで、そしたらこうも言われたんですよね。あのプレーってすごくもったいないよね、だって完璧に取ってるんだから、そこで弾くっていうことはグローブの使い方が良くないんじゃないのっていうふうなことも言われたんですよね。ここでもうハッとしたんですよね。そうなんですよ、ここで僕気づいたんですよ。プロ野球で上手い選手、守備が一流な選手って誰一人として当て取りしてないんですよね。しっかりと捕球してる、しっかりとグローブでボールを掴んでるんですよね。握り替えが早い選手もしっかりとボールを掴んだ後に握り替えが早いですね。握り替えがうまいんですよね。この事実に気づいてから僕自身やっぱりグローブの形も変わったし、それまでその当て取りが正義だと思ってたその意識ですよね、練習の時の意識もしっかりとボールを掴んで、握り替えて送球するっていう風な意識に変わったことによって、僕自身のその守備力も圧倒的に向上したんじゃないかなっていう風に思うんですよね。
ただまあその当て取りが全て悪いっていうふうにも僕は思ってないんですよね。それってどういうことっていうと、当て取りと言われる取り方をしてもいいポジションっていうものがあるんですよね。じゃあそのポジションってどこっていうと、セカンドなんですよね。じゃあどうしてセカンドっていうポジションが当て取りって言われるその取り方っていうものをしてもいいのっていうと、ゲッツーの時ですよね。ダブルプレー、サードゴロが飛んできました、セカンドがベースピボットをしてファーストに素早く送球します。ショートゴロもそうですね。ショートが飛んできました、ショートからセカンドに転送します。でセカンドがベースピボットしてゲッツーを取ります。この時にセカンドっていうのは素早く握り替えて素早くファーストへ送球する必要があるんですよね。ゲッツーって取れるか取れないかっていうのはセカンドのピボットの速さ、もうこれに尽きるんですよね。もちろんショートサードのプレーの速さ、正確性っていうのも大切なんですけど、それ以上にセカンドのピボットの速さっていうことの方が、ゲッツーを取るっていうことに関しては圧倒的に大切なので、そのピボットのスピードを上げるためにグローブをできるだけ浅く使う、当て取りと言われるようなその取り方をして握り替えて送球するためにセカンドだけが唯一その当て取りって言われるような取り方をしてもいいのかなっていうふうに僕は思うんですよね。あとはまあそのファーストまでの距離が近いっていうこともそうですよね。どれだけ速い打球が来ても前に落としてしまえばセカンドって勝ちなんですよね。慌てる必要なくボールを拾ってファーストに投げる、これだけでアウトになる。ただサードショートっていうのはそうはいかないんですよね。前に落としたとしても投げる距離があるので、できるだけボールっていうのはもうグローブに一発に収めた方がいいんですよね。なのでまあサードショートの場合には当て取りっていう技術っていうのはまあ必要なのかっていうことを考えると、僕は必要ではないのかなっていうふうに思います。なので、ぜひ皆さんに考えてほしいことっていうのは、皆さんの守ってるポジションっていうのはセカンドですかっていうことなんですよね。まあ、本当にこの動画で何を伝えたいかっていうことって、もう最初に僕この禁断の動画ってお伝えしたように、僕自身も当て取りをしている自分っていうものに対してすごくプライドを持ってた時期も正直あるし、当て取りっていう技術をその身につけるために学生時代ですね、アマチュア時代にすごく取り組んでいたっていう経験があるので、もしかしたらその今回のこの動画で当て取りを練習してる皆さんを否定したって感じられる方、感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、僕は事実としてプロ野球選手だったり、その守備のすごく本当に超一流な選手を見てきた素直な感想として、ぜひ皆さんにこの現実っていうのを知っていただきたいなっていうことで、まあこの動画を撮らせていただきました。ということで今回の動画はグローブの当て取りについてお話しさせていただきました。もしこの動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄にウェブサイトの情報も載せておくので、もしよかったら覗いてみてください。 Twitter もやってるのでフォローもよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。